はい、皆さんどうも、ケイです。今回もタイタンフォールじゃねえや、フォーオーナーやっていきたいと思います。まあ、またストーリーですね。今もね、労働っていうね、スタッフさん入っているんですけど、アポ取らずに無言で誘いました。いきなりですね。いきなりアポ取らずに無言で紹介、つうか、なんか、なんつうんだ、パーティー申請っていうのを送ったら入ってくれたんで、何も言わずに録画してます。でも多分分かってくれてると思う。うん。俺がストーリーやるって言ったら多分録画って分かってるだろうから、多分ね、うん。スタッフさんだから分かってくれてると思うわ。うん。で、あと、何?ムーザルのやり方教えてくれたんで、まあそれ早速使っていきたいかなと思います。弱攻撃か強攻撃、どっちでもいいのかな。とりあえず押してから四角ボタンを押すと、ムーザルっていうらしいですね。うん。疑問があった。はい。ブラックストーンリージョンについてだ。首つってんな、おい。超いい感じに気をつけしてんな。バイキングの生き残りがこの先の前哨基地に隠れている。アイアンリージョンが放棄した場所だ。俺仕方じゃん。支援はいるか。結構です。己を見失うなよ。準備は？いつでも。脱走兵？自分の目で確かめたかった。ストーンはアイアンリージョンにいた。信頼していた。あ、こいつついてくるんだ。ちょっとミーザルやってみよう。あ、そういうこと？ミーザル。おーおー、なるほど。ミーザルできたよ。ミーザルできたよ。ありがとう。それどうやんの？あ、こういうこと？なるほどね。行こう、早速行こう。 No way! ちょっとやり方忘れた。切って、ミーザル！むずい。ほい！ほい！上キャラダウン！どっから来る？上！ほい！ほい！ほい！上キャラダウン！オッケー。あ、ごめん。ごめん。なんか切った。さっきまで違うゲームやってたから、ちょっと PS 下がってんな。あらら。大したことはないな。行く先々で、我々は民を見捨ててきた。アイアンリージョンはどうした？ここで待て。橋を片付ける。仲良くなったな、随分と。あ、なんか見る場所あるじゃん。溶岩が冷えると驚くべきものができる。最も鋭い剣。行け行け。おお、やる。ごめん、痛い。縦切りでいこう。上キャラちゃん、上キャラちゃん、なんか違うのになってる。危ない。ほい、レッツゴー。バイキングの脅威を排除する時がやってる。メーザル。ほいほいほい、チョンチョン。ミザル。おお、言ってねえな、俺ごとか。ずいぶん攻めな。後ろ任せろ。後ろは上キャラちゃん、上キャラちゃん。いいっすね。なんつった？ちょっと PS 下がったな。なんか前より下がってるぞ。あれは攻撃できないのか。何この貼り付け。かわいそうに。
ラウダー今行くウェキャナダウンウェキャナダウンガード破壊しようウェキャナダウンウェキャナダウンお、刺さった刺さった。うわ、危ない。なんだ、やんのか。ほい。はい、ガード外して。バカ。ナイス。いいね。うまいね。うまくなったね。どこで磨いてきた。おう、破壊ポイント。あれ。どうどう。あ、後ろにいたのね。なに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 。あ、そこにいたんだ。任せろ。ほい。おっと、まずい。ほい。ほい。うわ、キャラマッチョン。オッケー。まずい。もう一匹の方、もう一匹の方。あ、こいつザコか。こいつザコか。うわ、キャラマッチョン。うわ、キャラマッチョン。キャラのガードを破壊して。壁、壁ドン、ちょ、壁ドンさせて、壁ドンさせて、壁ドンさせて、壁ドンキャラの、うわ、キャラドン、うわ、キャラドン、痛い、ドン。超おっせ。おー、痛い。おー。ほい。ほい。ほい。こいつ硬いな、うわ、キャラドン、うわ、キャラドン。なんだとなんだとうわ、キャラドン。よいしょ、体を受けましょう。なんでそっちやねん。なんでそっちやねん。あ、HP が欲しかったんだな。なるほど。蹴飛ばしたいな。だーってやった時に蹴飛ばしたいよね。ビシンっつって。いいね、いいね。階段ローリングって思いっきり頭打つよ。取っていいよ。あ、俺が食らってんの。とりあえず、あそこの、113って書いてあるとこ行けんのかな？いや、お初の場所だと全然わかんない。あと、なんだって？やれるものにやってみ。そんなもんか！そんなもんか！ちょんちょん！おお、早い！ほい！ほいほい！上から何？当たるんだここ。当たるんだ。ここ当たるんだ。下からドン！下かいっつって。まずい。一体なんで俺に当てる？ほい。ミザル。まずい。一旦退散！じゃ、そこに、ほい！どうや？これでいいやろ。よくやった。アーリンクイーン！俺もうちょいちょっと回復させてくれ。もうちょいしたら行く。オッケー。ドーンタントンデンドーンタン落ちろ、このバカ野郎が！うわ、キャラドン！うわ、キャラドン！もうリンチじゃねえか。ただのリンチじゃねえか。雑草兵たちと話しなしたい。これは譲るか、ロードに。お。あれ？あれ？あ、R 押しちゃってた。かつて、ブラックストーンサークルは15人だった。ウォールドの称号は8人の手に渡った。8人の手に渡った。彼らはアイアンリージョンの一員だった。リージョンは皆同じ誓いを立てた。一体何があった？何があったんでしょうね。みんな同じ。なぜ自分たちの拠点を放棄した？
ブラックストーンの犬が群れからはぐれたか。下がれ。お前らとて民には必要だろう。どうしてアポリオンのためにオーデンが戦ってる。着替えてきた方がいいか。どうして自分の拠点を放棄した。奴らを殺せ。言葉の数字のやつちょっと多くねえか。ほい、おい、キャラダウン、おい、キャラダウン。よし、はい、次。ちょ、邪魔やねん。いけ、おい、キャラダウン。ガードを崩して、ほい、おい、キャラダウン、おい、キャラダウン。オッケー。こいつらなかなか弱っちいぞ。反撃。おお、なんだこれ。上からする前に死んでる。上からする前に死んでる。貴様、ほいほい。ちょっとさ、俺ごとやるのやめてもらえるかな。ミサル。いいね、余裕すぎ。わお。その日ようやく自分たちのウォーロードに会った。うおう、強うわ、おお。振り回しすぎだろ。お、ちょっと大将。アポリオン。だいぶ深く入ってたよ今。そうか、お前か、へえ。されるまでおとなしく待っている獣を何と呼ぶか知っているか。羊だ。羊め。おお。よせ。答えを得たが手遅れだった。ウォーデンの誓いは軽々しく破れるものではなかった。へえ。あれだね、歯向かう者を最後まで牙を剥く者が強いと思うから、そいつをスカウトしてどんどん強い軍勢を作っていくと。何にも負けない牙を持つ兵士、戦士、え、戦士じゃねえ。戦士じゃねえ。戦士。
俺今すごい変なこと言ったぞ。バイキングに己の真の姿を思い出させる時が来た。うん、敵地の中枢に攻撃を仕掛けるにはまず手始めに山道を突破しなければならなかった。山道、ホールデンクロスがそれを率いた。まあ行きましょうか。ハードよいしょ。リアルはちょっと無理っす。残虐と無法がはびこるとき、ラオルリンガーが正義をもたらす。お、マジで？必要ならばどこへでも行く。準備を整えて。我らの鎧は最上のものだ。その構造は我々騎士団の秘伝でも、我らを必要とせぬように言われる。もしも我らを前にしたなら、過ちを犯さぬよう祈れ。やっぱかっこいいわ。俺これもうすでに使ってます。オンラインの方で普通にマルチプレイで使ってます。やった、やっと使える。俺ね、これでダッシュでつっついて、で敵跳ねのけて、で弱攻撃の強攻撃っていうコンボをやってますね。レベルランクっていうのは 6? 6くらいまでやりました。まだ触った程度ですけど、やっぱね、ゴッドイーターとかモンハンとか見てくれてた方はわかると思うんですけど、僕基本突き刺す系の武器がちょっと得意っていうか好みでして、だから結構ね、リーチのある突き刺せるいい感じのキャラなんで。バルゲンハイムにはすでに雪が降っていた。あとゴツくてかっこいい。だが我々は進んだ。よっしゃ。私の名はホールデンクロス、ブラックストーンヴァンガードの指揮官として先兵を奇襲だ。先兵必勝。じゃあ着くぜ。おいしょ、おいしょ、横か、おいしょ、上、おいしょ、ほ、落ちろ。おお、いいね、いいコンボ今の。ほらちょっと頭がおかしい人だねこれね。じゃあささっと進むか。居場所をつかまれている。足を止めるな。はいよ、突き進めばいいのかな。ほいしょ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 ほい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 。やっぱこれカチカチになるよね。リージョンのために、ほいほい、よいしょよいしょ。おっとっと、ちょっと PS 下がったな俺。おいしょ、ウェッカーダウン。あー行く、あーって聞こえたんだけど今、気のせい俺の空耳。お、どこへ行っても文明という名の穏やかな暮らしが見られる。穏やかな暮らしが見られる。その社会的な合意はあまりにも容易に消え去る。あれ、儚いもの。おお、そっちか。おぶね。お、ほい、ほい、おいしょ。おぶね。ほいしょ。ほっ、ちょっと集中したんだよ。上からの、上からの。ちょっと集中しちゃうんだよねこのゲーム。前はまだ弱くてさ、最初の頃だったから。あ、何燃やすのね。うお、あぶね。わお、ひでえな。
おお。おお。おお。あれ、俺橋渡ってなくね。あの投石機を壊さねばならなかった。ほい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 。あれ。おお、危ねえな。これは何もできないな。すげえでけえ笛だな。太くて硬くて長いじゃないか。いい計画ではなかった。しかし他に選択肢はなかった。おお、なんかこれ思いっきり崩れそうな気がする。あ、つけなかった。お、なにこれ崩れるの本当に、マジで。お、バイキングじゃねえあれ。後ろから失礼。下の上強、下弱。やっぱそれ掴むべきだね。お、知力を任せろ。おれ、この笑い方マジ好き。今自分で頭ぶつけた。今行く。ごめんね、遅くて。あの投石機を壊さねば。スリー、いて。ナイス。俺今どうやった。ジャック強。あ、なるほど。ジャック強これ、あれ、ジャック強を、ほいほい、うーん。うーん。間違いで押しちゃうんだよね。何これ、投石機を壊す時だ。壊したぞ。しょっぽいな。うーなー、ガチン。ちょっとこいつ頭おかしいよな。よいしょ。破壊ポイント。下に行けばいいのかな。ででーん。ちょっと。あぶねえ。ほい。ほい。貴様。ほい。ほい。まったまずい。これ壊れる系でしょ、絶対。おお、危ねえ、危ねえ。お、なんだこれ。いいだろう、こいつをバイキングにくれてやる。おいしょ、おいしょ。さっきどうやってやった俺。違う。おいしょ、おいしょ。おお、キャッチャー。おお、うわお。お、なんだこいつタフだな。おいしょ。落とすことはできないのかな。おお、雑魚じゃないか。ヴァンガードと合流しよう。あ、そっちなんだ。あ、こっちか。ついていけば何とかなるからな。さあ、ふう、頑張ってくれ。俺のために頑張ってくれ。よし、あ、そっちなんかあった？大丈夫だね。おいしょ、あばよ。俺このキャラマジ好きだわ。一番使いやすいもん。ふぅ、突撃できるのがいいよね。我々はこの場所に備えていた。敵どこ？敵や。なんだこれは、俺今何したんだ。フォーナー。お、え、なんでそっち成功してんの。なんで俺だけ外れたの。おー、行くぜー、いやっほい、うっしょい、なーらくしょい、わっと、どけどけ。あ、ごめん。おー、ちょっとー。俺今誰に落とされた。半ば切ってないそれ。すごいタイムロス。
でも生き返れるんだね、二人プレイだとね。あ、ちなみにこのストーリーってあれなのかな。お、こうやるんだよ。おいしょ、やべ、タゲしてなかった。下弱、上強、違う、下、ん、下弱、上強、下弱、これか、コンボ。下弱、上強、下弱ね。こうするとなんか発動するっぽいですね。橋の制御装置を探す。橋の制御装置。失礼、失礼、失礼、上からドン。おう、ごめんな。ちょっと、はい、上、下、あれ、下、上、下、あれ、下、上、これか。おっと、下でしょ、上、違う、コマンドできてないの。ちょっとザコちゃんだな。お、お前は調子に乗るんじゃ。お、貴様、ほいほい。リーチ短いね、この子。なんでそんな近くで何もしねえんだ、貴様は。ほら、ナメプカ、ナメプカ、上からドン、上からドン、おらおらおら、上からドン。なんか今変なコンボやったぞ、俺。知らず知らずに結構強いコンボかましたっぽいぞ。超スタミナ消えたし。うわ、かっこよ。でも完全に悪人顔だよね、これね。もう、顔からして。捕虜を守るための部隊を残すことはできなかった。なんか鎧が血まみれじゃん。おっ、おお、おお、いかついな。この獣はデイビスを含め40人以上の兵の命を奪いました。捕食者と獲物の見分け方を知っているか。もちろん見分けられない。戦う様子を見ない限り。ん、40人か。見事だ。彼女の言う適者生存は我々を救うものではなかった。どういうこと、どういうこと。え、なんか今誰か切ったよね。なんかちょっと もう一回やりたいな。俺やっぱこのキャラ最高に使えるんだけど。早く慣れたいな。よいしょ。これっきりなのかな。あともう1、2回使いたいんだけど。ワルケンハイム。おう。バイキングに反撃の隙を与える前にスベルンガルドの要塞へ到達しなければならなかった。うん、まあ一回切った方がいいかな。巨大な渓谷が行く手を阻んでいたが、幸い我々にはピースキーパーのマーシンがいた。この声ちょっといいね。はい、というわけでじゃあちょっと時間そろそろいい感じなのでここら辺で終了したいと思います。皆さん最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあねー。